朝になったらいなくなってたなんて。これじゃ俺、体目当てで止めたみたいじゃないか。うわー、仕事命、経理の田中さん。昨日はごめんなさい、すっぽかしたわけじゃないんだけど、私別の約束が入ってたのすっかり忘れてしまって。いやいいんですよ。え？はい、すっかり諦めました。うわー、仕事命。松丸くん、何言い訳してあげていたのに。なんかあーもさっぱりだと悔しい。仕事だ仕事、男は仕事。おい、何無駄に働いてるんだ。畑だ、男は仕事。部長が呼んでるぞ。またお前なんか激しくヘマしたのか。どれのことだろう。ヘマした時は言い訳せずにまず謝れ。部長、すいませんでした。松丸くん、君もどうだね。はい、すいませんでした。このスナックの CM ね、君の企画で作ったから。はあ、はあ、はあ、うん、歯。井上製菓、今季一番の主力商品、この歯型スナック歯。はい。それって今日これから声優オーディションでな、君も立ち会って。初めて僕の企画が通ったんだ。おめでとう松丸。まっ、お前も初めてのことでいろいろ不安だろうしな。オーディションには俺も付き合ってやるぜ。お、やっぱり男は仕事だな。うんうん。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。今日はよろしくお願いします。はい、おはよう。うん、リラックスリラックス。おはようございます。今日はよろしくお願いします。何しに来たんだよお前は。声優か。私、オードリー・ヘップバーンになりたいの。遅くなりました。申し訳ございません。赤。ジェネプロの吉岡でございます。オンダ赤です。前の仕事の関係でこんな格好で申し訳ございません。俺の服。あ、オンダ赤です。あの、試食品をいただいたんですけど、は、美味しかったです。一袋一気に食べちゃいました。受けてるけどいいのかな。ああ、松丸くん。あ、はい。彼が CM の企画者です。オーディションの前に何か一言。あ、こんにちは、松丸文彦、26歳です。趣味は。いや、そうじゃなくて。イメージキャラクターの猫気の説明を。あ、はい。あの、猫気っていうのは半分猫で半分気っていうか。それは見ればわかるから、声のイメージとか。あ、つまり、あの、オードリー・ヘップバーン。え、じゃあ英語。あ、そういうわけじゃなくて。まあそんな感じでよろしく。はい、では一人ずつスタジオの方へよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新発売、サクッとほろりとパリリは、うまき。はい、お疲れさん。ありがとうございました。お前、審査員から外されたのか。企画者なのに。俺まだペーペーだからな。もっと激しく自己主張しろよ。だからな。ジェネプロ所属、オンダーカです。
よろしくお願いします。あ、じゃあ一度絵を見てください。はい。お泊まりだな。え、どう見てもあれ男もんだろう。彼氏の家に泊まって寝坊したってとこだな。きっと昨夜は燃えるような激しい血を。俺そんなに激しくは。なわけないな。あんな可愛くて青春な子が俺のバカ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 。すいません。ああ、この位置でいいですか。うまき。もう一度お願いします。はい。うまき。いい、合ってる。はい、じゃあ行ってみましょう。お願いします。え、流して。この木なんだ木かな、おいしい木みたいだな。猫木でした。うまい木。それはそれとして新発売、サクッとほろりとパリリは。うまい木。これが入社して初めて企画できた CM。 うわ、涙出そう。はい、本田さん、OK。ありがとうございました。うまいき。それではオーディションの結果は後ほど各事務所さんの方へご連絡させていただきますので、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。何キョロキョロしてんだ。いや別に。あ、お疲れ様でした。なんだよ、知らん顔しやがって。俺だけが気になってるみたいじゃないか。あ、部長、決まりましたが。何が。猫木の声優さんですよ。ああ、決まったや。誰んですか。ああ、満場一致でね。なんて言ったっけ、ああ、白、いや、赤だったかな。そんな名前の子。よし。おー、月夜、お前も祝ってくれるか。いや、ありがとう。あ、月に手を伸ばしちゃいけないって何の映画だったかな。おかえり。お前、なんで。お祝い、私のオーディション合格と、それから松丸くんの企画が初めて通ったね。ねって乾杯。おめでとう。ありがとう。おめでとう。ありがとう。あ、そうだ、私たちのことは会社にも事務所にも秘密だからね。え、声優と宣伝部の人間が変な関係にあるって思われたら困るでしょ。わかった。ああ、はい。オーディション受かるなんて思わなかったけど、月が手を差し伸べるわ。それ何の映画のセリフだっけ。うるわしのサブリナ。月に手を差し伸べちゃいけないってセリフじゃなかった。それは大金持ちに恋した娘にお父さんが言ったセリフ。その娘アリアーヌはパリで洗練されて戻ってきて自信を持って言うの、月が手を差し伸べるって。へえ、そりゃ差し伸べられたいけど窓開けっぱなしは寒いな。ちょっとね。それと、もう少しだけお世話になるね。あか、俺たちの中でそんな水臭い。勘違いしないでね。昨日の夜は気が動転してたというか、とにかく今夜からはあくまで止めてもらうだけだから。一度知ったからって恋人になったわけじゃないんだから。はい。んなこと言われたって眠れねえ。
と松丸くん、今日は燃えないゴミの日だったのに捨てなかったでしょ。もう